無印良品週間に出遅れました。ぶんぶんかわかわぶんかわです。無印良品週間開催されているんですけれども、できればリアル店舗に行ってお買い物したいなと思っていて、後延ばしにしていたんですけれども、なかなか行けなくて、でなかなか行けないからオンラインでお買い物するかって思ってね、お買い物しようとしたんですけれども、私のお目当てだったゴミ袋が売り切れておりました。非常に悲しいです。そんな話はさておき、今日はほぼ日ウィークスを使い始めてそろそろ1ヶ月が経ちますので、プロッター好きがほぼ日ウィークスを1ヶ月使ってみて感じたことというテーマでお話をしたいと思います。今年の私のテーマ、勝手な個人的なテーマとして、ナローを押すというか、ナローを使いたいみたいな、そんな感じでして、ナローの魅力をもっとね伝えるには、サイズの近しいもの、ほぼ日ウィークスを使って、でそのほぼ日ウィークスを使ってまた新たに感じたこととかを皆さんに共有できたら、ナローの良さっていうのをもっと上手に伝えられるのかなみたいなね、そんな風に思ったりで、逆に私も使ってこなかった手帳を使うということで新たな発見があったりとかね、あの他の手帳の良さに気づけるかもみたいな、そんな感じでほぼ日ウィークスを今年デビューしまして、今使い始めて1ヶ月が経ったところです。私が使っているほぼ日ウィークスはですね、スプリングの方でして、3月から使えるような、そんな仕様でございます。なので3月から使い始めて、で今撮影しているのがですね、3月24日と、もうね、もう今月もほぼほぼ終わりという段階です。まあそんな段階になりましたね、1ヶ月で挫折してしまう可能性とかも大いにあったわけなんですけれども、今のところ普通に使い続けられています。日頃はプロッターが大好きで、プロッターをたくさん使ってるんですけれども、そんなプロッター好きの私がほぼ日ウィークスを1ヶ月使ってみて何をどう感じたのか、そんなお話をね今日はしていければなと思っております。で今ほぼ日ウィークスね、どんな使い方をしているのかお見せしたいと思います。ほぼ日ウィークス使い始める前にね、いろんなレイアウトの比較とかはお届けしたんですけれども、じゃあ実際どうやって使ってるよっていうのはメインチャンネルの方でねお話ししてなかったと思うので改めて紹介します。ですね、まずね、先頭の方に年間カレンダーっていうのかな、そういうページがあるんですけれども、このページだけはね4月始まりなんですよ。ほぼ日ウィークススプリングはね本来4月始まりでして、3月の部分はまあおまけみたいなね、そういう位置づけなので、基本がね4月スタートで来年3月までということで、ここまだ始まってないということで、まだ書いてません、使ってません、使い方もまだ未定です。でその後ろからね、3月のブロックマンスリーがスタートするわけなんですけれども、ここのねブロックマンスリーは活用しております。今ですね数字が書かれていると思うんですけれども、こちらはですね私がその日に歩いた歩数の記録をしています。例えば3月1日だったら5517歩歩いたというね、そんな感じの記録です。去年の後半の方からですね、1日平均6000歩歩くっていうのをちょっと意識したいなみたいなね、そういうお話をしたかなと思います。体力が衰えてるから、体力をつけるという意味でもやっぱ1日6000歩はまず頑張らないとねみたいな、そんなところで歩数の記録をつけ始めたんですよ。去年はですね、そもそも歩数の記録とかそういうのを気にし始めたのがすごく遅かったので、1日平均6000歩っていうのが達成できなかったんですよね。なので今年こそはっていう、そんな感じで今一生懸命歩いたりとかしています。 iPhone の歩数計の数値を書き写しているんですけれども、データ反映にちょっと時間かかるんですかね、なんかラグがあるので、ちょっとねまだ23日の分書いてないよっていう、そんな感じですが、気が向いた時にまとめて書いたりとかして今のところ続いています。こんな感じでね書いてます。ブロックマンスリーのこの枠自体はもうちょっと広いので、他にも何か書こうと思えば書けるんですけれども、今のところ歩数の記録ぐらいしかねしてません。本当はねこのホワイトベールのブラックのナローと同じような使い方、ミラーリングって言えばいいのかな、そういう感じの使い方をして比較していこうかなと思ったんですけれども、どうしてもねこの歩数の記録をしたかったんですよ。歩数を書く場所が欲しくって、ちょっとねマンスリーのブロックマンスリーのところに書いちゃってます。ナローサイズのマンスリーはねこんな感じで破壊ログを書いてるんですよね。私よく物を壊してしまうので、その物を壊してしまった時とか、なんかやらかしてしまった時に、その何をやらかしてしまったのか、何を壊してしまったのか
かっていうのを記録しているんですけれども、何事もなかった日はこんな感じでね、好きなシールを貼ってみたいな、そんな感じで使っています。まあ、ちょっとね使い方違ってしまったんですけれども、そもそもね今このブロックマンスリーで貼っているシールちょっと大きめなんですよ。そこそこの長さとかがあるものを貼っているので、もし本当にね同じミラーリングをしていたとしたら、このシールはねこっちには貼れなかったと思うんですよね。ちょっとサイズオーバーだったかなと思いますので、使い方は全く一緒ではないんですけれども、まあこんな感じでマンスリーもね使ってますよっていうところで、全くもって使い方が一緒というわけではないんですけれども、まあマンスリーこんな感じで使ってますよというねご紹介でした。次にねウィークリーのページですね。続いてウィークリーのページですね。ウィークリーはプロッターのナローサイズね、こちらのホワイトベールのブラックと同じ使い方をしておりまして、その日のニュースですね、例えばこちらだと2月26日のなんかニュースですね、そういうのがあったので、そのニュースを私は気になるのを一つピックアップして、で左側に書いて、で右側に自分の感想だとか、そのニュースについてさらに深掘りして調べたこととかを簡単に書くみたいな、そんな感じの使い方をしているんですけれども、同じニュースのことをですねまんま転記して書いたみたいな、そんな感じの使い方をしてみました。こちらが2月の26日から3月3日までの週ですね。こんな感じの使い方になってます。翌週もこんな感じですね。ほぼ日ウィークスのウィークリーのページって、もともとの状態はこういった感じなんですよ。左ページに日付が入ってあって、左ページはですね、1日単位でしっかり区切られているんですけれども、右側のページはメモページみたいなフリーページになっているんですよ。でも私はプロッターのこのナローサイズと同じような使い方がしたかったので、こういった感じで自分で右ページに線を引き伸ばして書いたみたいなね、そんな感じの使い方をしています。今同じ週のページ開いているんですけれども、プロッターの方はですね、もともとこのね日付の先頭の部分ですね、毎週こうシールを貼ってたんですよ。これはですね5行日記の時からこういうシールを貼って使うみたいな習慣がついていて、まあシールを貼っているんですけれども、よくよく考えたらほぼ日の方にもシール貼らなきゃねみたいな、同じ使い方するんだったらそういうことだよねみたいな感じになりまして、シールも貼って使い始めてます。ちょっとね22日からかけてないんですけれども、まあ、こんな感じでね1週間分先にシールを貼って使ってます。貼るシールはね週でちょっと違うもの貼っちゃってるんですけれども、まあこんな感じでねシールを貼って、で同じような感じのレイアウトにして書き始めたっていうところですね。メモページなんですけれども、こちらはですね、まだそんなにたくさんは使ってないんですけれども、今年の1月と、あと2月の歩数の記録をですね、書いてます。ちまきさんの日付シートですね、以前ネットプリントで配信されてたんですけれども、それをね、ちょうど印刷していまして、それ2枚あったので、2つ使って、こんな感じでね、日付シートを使って、なんちゃってブロックマンスリーみたいなのを作って、歩数の記録だけしたっていう感じですね。でその月の平均歩数ですね、それを書いているっていう形になっています。まあこんな感じで緩やかにほぼ日ウィークスを使った1ヶ月でした。この1ヶ月プロッターのナローサイズ、そしてほぼ日ウィークスとね並行使いをしてみたんですけれども、この状態でほぼ日ウィークスを使って、で私にとっては初めてのほぼ日ウィークスなんですけれども、ほぼ日ウィークスを使って何をどう感じたのか、この1ヶ月でね感じたことについてお話をさせていただきます。ほぼ日ウィークスを使い始めて、あ、ここほぼ日ウィークスのいいところだなって思う部分もあれば、私はちょっとこっちの方が好きだなとかね、こうだったらいいのになってね、思うこととかね、いろいろとあります。感じたこと、気づいたこととかね、そういうのがあるので、お話をしていきます。まずね、相対的に感じたのは、やっぱり私はプロッターに慣れているな。やっぱり私は体にプロッターが染み込んでいる。プロッターのサイズ感を把握している。プロッターっていうのが、馴染んでしまっている体なんだなみたいなね、体の中にプロッターのナローサイズといえばこんな感じみたいなのがもう形状記憶されている、そんな感じの状態で、プロッターのナローサイズはですねもうかれこれ2年以上前ぐらいから使っている、そんなサイズ感でもうね体に染み込んでいるのに対して、まあほぼ日ウィークスが新参者みたいな感じでやってきたっていう、そんな感じの状態で使っている、まあその前提でねお話を聞いてもらえればと思います。まずですね、ほぼ日ウィークスのいいなって思ったところの一つ目がですね、割れ木の表記があるというところですね。ほぼ日ウィークスですね、マンスリーのページですと、ここに2024令和6年っていう感じで、
今年が何年なのかっていうのが西暦、和暦と両方表記されているんですよ。プロッターの場合は西暦の表記しかないんですよ。マンスリーもウィークリーも西暦の表記しかないんですよ。それに対してほぼ日ウィークスは両方ね、和暦西暦の表記があるんですよ。こちらはね、ウィークリーのページも同様で2024令和6年とね、両方の表記が入っております。これね、地味に便利だな、いいなってね、思いました。直接ほぼ日ウィークスを使って、あ、いいな、便利だなっていう風になったっていうよりも、私はですね、仕事手帳もプロッターを使っているんですけれども、時々仕事で日付を書く欄とかあるじゃないですか。私は基本的に西暦の表記が好きだから西暦で書きたいんですけれども、なんか書類、出す書類によっては、その和暦表記じゃないとできないみたいなやつあるじゃないですか。今令和何年だっけみたいなね。そういう風になっちゃうことがあって、で、その時にですよ、その時にですね、こう手帳のマンスリーとかこう見て、あ、今は何年なんだっていうのを調べようとした時に、プロッターには和暦の表記がなかったんですよ。で、私は今ですね、カレンダーを持っていないんですよ。家にもないし、会社の卓上も今年は置いていないので、カレンダーがなくて、カレンダーがないんですよ。だから、カレンダーといえば、パソコンのね、あのデスクトップとか、そういうところで見るみたいな、そういう感じになってしまうんですけれども、iPhone のカレンダーとか、パソコンのデスクトップ上でさっと表示できるカレンダーとかね、この辺が基本的に西暦の表記しかなかったんですよ。わざわざパソコンで、今、令和何年とか検索するのってすごい時間かかるじゃないですか。その時に、こう、ほぼ日ウィークス、もしほぼ日ウィークスが会社の手帳として、さっとね、開ける状態だったら、あ、ここすぐ見れたのにな、みたいな。プロッターの場合は、年齢早見表っていうページがついてくるので、その年齢早見表で、西暦と和暦の表記があるんですよ。だからそこを見て、あ、今は何年なんだっていう風にね、確認をして事なきは得たんですけれども、ちょっとそのページを出すのとか大変じゃないですか。どこにでもこの和暦の表記があるっていうものではないので、プロッターの場合は、どのページにも和暦表記があるという手帳ではないので、唯一記載のある、そのページにね、アクセスしないといけないんですよ。ほぼ日ウィークスであれば、基本的にブロックマンスリー、それからウィークリーのページには、和暦と西暦どっちの表記も載っているので、適当にパラパラパラって開いてね、見れば、あ、今何年ねってわかるわけなんですよね。これはすごいいいなと思いました。あ、やっぱ仕事手帳の場合は和暦と西暦の表記あった方が、私の仕事はやりやすいのかな、みたいなね、そんな気づきがありました。すっごい細かい、すっごい小さなところなんですけれども、和暦と西暦の表記が書いてあるっていうのは、地味に便利だなっていう風にね、体感した1ヶ月でございました。そしてね、ほぼ日ウィークスといえば、このウィークリーのページにあるお言葉がね、やっぱ印象的かな。毎週ね、お言葉が書いてあるっていうのが印象的だと思うんですけれども、私の場合はですね、このお言葉を毎週読むっていうことはほぼほぼなかった。ね、あってもなくてもあまり変わらないかなっていうところですね。あ、今週始まるな。今週は何が書いてあるかなっていう感じでは読まないなっていうふうにね、思いました。どちらかというと、時間が空いている時とか、手帳タイムの合間とかに、ちょっとふーってなって、あ、何書いてあるのかな、こうパラ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 みたいなね、そういう感じで見るものかなっていうぐらいのね、スタンスだなっていうふうに感じました。これを言ったら怒られちゃうかもしれないけれども、私はなくてもいい部分かなっていうのと、やっぱり日本語の表記よりも、英語の表記とかの方が外観がいいかなっていうところで、ここはなしでいいかなっていうふうにね、思ってしまいました。まだ使い始めて1ヶ月ですし、これから何かしらのね、心情の変化、心境の変化とかね、そういうのがあるかもしれないので、この辺はわかんないんですけれども、この1ヶ月は特段、めっちゃ見るみたいな、そういうところではなかった。そんなに重視すべきものではなかったなというふうにね、感じている次第でございます。そして Weeks のこの左側にお言葉があって、右側にその出典が書かれてるじゃないですか。なんていう本とかから引っ張ってきた言葉だよみたいな書かれてると思うんですけれども、このお言葉の分量に対して出典のところって、こうね、ちっちゃいわけですよ。ね。で、ここ謎のスペースがあるんですよね。で、私はなんかこのスペースが気になって、そうだ、キッタを貼ればいいんだと思ってキッタをね、貼るようになりました。こんな感じでね、キッタを貼ってます。ここの出典の部分が一行で収まる場合は、キッタがね、割と綺麗に貼れます。今貼っているキッタの背景がですね、白いので、すごい紙とね、馴染むんですよ。だから、そんなにね、境目とかもなくて、多少ね、曲がっても、そんなに気にならずに貼れるのかな。ね、綺麗に貼れてる風に見えてるような気がします。
今ね4周分まで貼ったところです。切った本体の長さよりもここのね余白ページの方が広いので、ちょっとねバランス感とかね気にしちゃうといろいろあるのかもしれないんですけれども、なんかこうペタッとサッとね貼れる、わざわざマスキングテープを引っ張ってハサミでカットしてみたいな、そういう工程をなくても貼れるという意味ではね、いいなというふうに感じたので、しばらくの間は1週間につき1枚切ったを貼るみたいな、そういうサイクルにねなっていくかなというふうに感じているところです。というところで、今のところほぼ日ミックスのポジティブなところ、あ楽しいなとか、あここいいなっていうふうにね感じで使えた部分をお話しさせていただきました。続いて今気になってることとか、個人的な悩みね、なんかこう自分がもっとほぼ日ウィークスを快適に使うためにはどうしたらいいのかがわからないとかね、そういった部分とかもあったりするので、そういうお話をねしていきたいと思います。もしねこの動画を見てくださってる方でほぼ日ウィークスめちゃくちゃ使ってて、私はこういう使い方をしていて、こうすると快適になるかもよっていうアドバイスとかありましたら教えていただけると嬉しいです。そんなわけで、個人的に気になったところの1つ目、なんでスピン紐2本なんだろうっていう問題ですね。ほぼ日ウィークスの大まかな構成、ページ数の割合が多いものとして3つあります。まずね、ブロックマンスリーですね。ブロックマンスリーが13ヶ月分。ウィークリーのページも13ヶ月分かな、ついています。で、ウィークリーはね、こう、1週間で1ページなので、それなりのね、ボリューム感がありますね。まあ、こういった感じ。それから、メモですね。メモのページも、それなりにね、あるんですよね。メモのページがですね、73ページあります。まあ、それなりのボリューム感を占めているという、そんな感じの構成なんですけれども、で、ほぼ日ウィークスはね、スピン紐が2本しかないんですよ。1つ目を例えば、マンスリーのページですよね。今月のページにセットして。もう一本を今週のね、ウィークリーのページにセットしたら終わりじゃないですか。じゃあメモページっていうのはスピン紐なし？なしなの？っていう風にね、感じたところです。まあ私自身がね、メモページそんなに活用してないから支障がないと言えばないんですけれども、めちゃくちゃ使うよっていう人いたら、もう一本欲しいんじゃない？っていう風に思ったっていうところですね。ほぼ日ウィークス別売りでね、こう紙製の下敷きがあるわけですよ。で、この下敷き、こうね、トゥデイってこう見出しがあるんですよ。見出しがあるので、こう、それをもう一つのスピン紐をセットしていないページに刺すことで、まあ、見出しになるから、スピン紐が2本なのかな、そういうことなのかなっていうふうにね、今のところそういう解決には至ってるんですけれども、なんで2本なのかなっていうところがね、不思議なところですね。こう下敷き挟んどけばそのページさっとアクセスはできるけれども、この下敷きを使ってまた違うページに移動させて使っちゃったら、そのページまた分かんなくなっちゃいますからね。いや、やっぱスピン紐は3本じゃないの？っていうところが個人的に気になった部分です。皆さんはいかがなんでしょうか？スピン紐2本で全然やりくりできるよっていう、そういうもんなのかな。まあそんな感じですね。それから二つ目ですね。気になったところ二つ目っていうのかな。ちょっとね、紙質が私には合わないかもしれないというふうにね、感じているところです。この辺はね、まだ紙質の書き比べテストみたいなのをやっていないので、自分に合ったペンが見つかってないだけなのかもしれないんですけれども、今ですね、ほぼ日ウィークスにはフリクションを使って書いています。すべてのページフリクションで書いているんですけれども、フリクションのインクのコンディションが悪いのか、綺麗に書けるときと書けないときがあったり、一度こうね、間違えて消したところをもう一度書こうと思ったら全然インクが乗らなかったりみたいな感じで、ちょっと書きづらいみたいなのを感じていたり、あとは紙がね、結構プカプカしてるんですよね。プロッターよりもほぼ日ウィークスの方がページ数的には多いはずなので、まあその厚みのせいなのかな、そのページ数の傘の量のせいなのかわかんないんですけれども、ちょっとプカプカしてて、やっぱ書きづらさ、ね、プカプカしていて若干書きにくいなっていう感じがあります。ほぼ日ウィークスはやっぱ下敷きがあった方が書きやすいなっていうふうにね、感じている部分です。ほぼ日ウィークスで書きやすいペンが見つかったら、まあそっちにシフトして書いていくっていう方がね、いいかもしれないなっていうところですね。紙とペンのね、相性はあると思うので、その辺をね、確認して、またね、4月以降使っていけたらいいなというふうに感じています。で、そうそう、今ですね、この下敷きの話が出たんですけれども、正直ね、私は下敷きはプロッターよりもほぼ日の下敷きの方が書きやすいっていうふうにね、感じるタイプですね。プロッターの下敷きこんな感じでね、透明な下敷きで着脱が簡単にできるタイプだし、あとここね、同じように山なりになっているので、すぐに
ページが見つかってとかね、結構使いやすいし、デザイン性もめちゃくちゃおしゃれで好きなんですけれども、この材質がね、滑るんですよ。正直ね、下敷きとしての使い心地は個人的にそこまで好きじゃないんですよ。どちらかというとこのね、山なりになっているからページをさっと開けるよっていう意味でめちゃくちゃ便利っていうね、そういうアイテムとして使っているっていうところなんですけれども、ほぼ日の下敷きって紙製なのかな、これがね、なんかすっごい書き心地がいいんですよ。嫌な滑りをしないっていうのかな、こう書いていてヒュンみたいな感じにいっちゃうみたいな、ああいうのがほぼほぼない、綺麗に描けるっていう感じで、すごくね描きやすいんですよ。なのでほぼ日ミックスの下敷きを買ってカットして、ナローのリフィルにして、でナローの下敷きリフィルみたいなね、そういう感じの使い方にするのもいいかななんていう風にね今思ってたりもするところです。使って良かったところというか、その辺にね付け加えておこうと思います。そんな感じで、筆圧ゴリラ的にはほぼ日ミックスは下敷きなしで描くのはちょっとしんどいというかね、疲れちゃう、書きづらいという風にね感じています。相性のいいペンが見つかれば話は別かもしれませんが、まあ、ちょっとね相性のいいペンはこれから探すという形になりますので、ちょっとねまた次の紙質比較の動画をお待ちいただければと思います。そしてね、一番の悩みはねやっぱり方眼であることですね。この方眼のね線が個人的にはちょっと濃いんですよ。もうちょっとね和らいでくれみたいなね、そういう感じです。フリクション今使ってて、フリクションのインクってちょっと薄いじゃないですか。だから余計コントラストの差があんま出ないっていうのがあるのかもしれないんですけれども、なんかねこの方眼線の背景に負けちゃうっていう感じがあるんですよね、文字がね。すごい見づらい感じがあったりとかするし、書いてても書きづらいし、こう読み返す時にもこう見づらいしみたいな感じで、この方眼はね私にはあんまり合ってないなっていう風にね感じてます。こちらの歩数の記録の方も同様ですね。あの方眼があろうがなかろうが私は字が汚いので、こうぐちゃぐちゃなわけですよ。綺麗には揃わないし、でこうバッと見た時にやっぱりね方眼のね細かい線とかがねいっぱいちらつくんですよね。ちょっと鬱陶しいなっていうところで、細かい線がねちらつくんですよね。これがねちょっと疲れるので、私はやっぱ無地にして、その余計な情報量は減らしたいなというスタンスですね。プロッターもね、こちら無地じゃなくて 2mm グリッドの方眼なんですよ。方眼なんだけれども全然主張しないんですよ。なので方眼だとしてもこれぐらい主張の薄い方眼、これぐらい主張が薄い方眼線であってほしいな、こういう方が私はやっぱ好きだなっていう風にね認識した次第でございます。なんか方眼線の薄いタイプ、無地タイプとかね、そういうの作ってほしいですよね。そういうのを作ってほしいなってね思ってます。なんかあらゆる手帳結構ね方眼線じゃないですか。このブロックマンスリーとかもそうなんですけれども、いやー方眼かーっていうところでいつもね断念しているんですけれども、そう、方眼だとしても線の薄い方が私は好きだよっていうのを再認識いたしました。ウィークリーのページもですね、左ページは基本的に無地のページで、で右側が方眼なんですよ。でやっぱね左側の方が書いてて気持ちいいし、いい感じなんですよ。でこの右側はやっぱ方眼ってなった時にちょっとね、なんでこっちは方眼なんだろうみたいな感じになっちゃうので、やっぱね無地にしてほしいな、無地の方が好きだなみたいなね。で方眼の線が割とくっきりしてるからこそ、線を引き間違えた時にめちゃくちゃ気になると思うんですよね。無地がいいし、方眼はあるとしても線は薄めでお願いしますっていうのが私の願いですね。それからもう一つ気になるのが、プロッターはその革質だとか購入したタイミングとかね、その辺によっても変わってくると思うんですけど、プロッターの場合はゴムバンドとかがあって、開いたとしてもこう閉じる術っていうのがあるから、割とねピタッと閉じられるんですけれども、ほぼ日ミックスないんですよね。ほぼ日ミックスはこう開いちゃうんですよね。このやっぱ開きがちょっと気になるなっていう風にね感じました。ほぼ日ミックスのこの開きがね気になるなっていうところですね。このプロッターのねピタッと閉まる感じを知ってしまうと、このピタッとこのねキュッて閉めた後にこうまた戻ってきてしまう感じ、これがねなんか地味に気になるんですよね。どうせ本棚に立てるんですけれども、なんか開いてるなみたいな、そういう感じになっちゃいますね。緑のクリップバンドってあるじゃないですか。あれ取り付けようかなと思って取り付けてみたんですけれども、このほぼ日ミックスの表紙が薄いのでクリップがねゆるゆるなんですよね。飛び地に行くとゴムバンドみたいなの売ってるんですよね。ああいうのを調達するとか、あとは自作でなんか作るとか、まあそういった感じでちょっとゴムバンドが欲しいかもっていう風にね思い始めてたりとか、
ミラーリングで活用しているナローサイズには常にね、ペンホルダーが入っていて、で、ペンをね、セットしているので、訪日ウィークスもなんかペンセットした方がいいかな、みたいなね、そういう感じで悩みというか、そういう感じでね、ちょっとどうしようかなっていう風にね、悩んでたりとかもします。やっぱ使ってみないとわからないことがいろいろあって、使ってみたからほぼ日ビークスの、あ、ここがいいなって気づけた部分があったり、ほぼ日ビークスを使ったからこそプロッターのここが好きだっていう風にね思えた部分とかもね、いろいろ見つかってきたんですけれども、まだね使い始めて1ヶ月ぐらいですよ。まだまだわからない部分とかもあるので、引き続きほぼ日ビークスとプロッターのナローサイズをね使い比べて、いろいろとねそれぞれの良さとかを感じ取れたり、あとは工夫しながら使ってみたりとかね、そういう感じでこの1年楽しく使えたらいいなと思っています。そしてまだまだねほぼ日ビークスっていうものがこう私の体には馴染んでいないっていう状態なんですけれども、まあこういう使い方したらいい感じだよとかね、このペン使うと気持ちよく書けますよとか、なんかそういう情報とかありましたらぜひね教えていただけると嬉しいです。ということで今回はプロッター沼がほぼ日ビークスを約1ヶ月使ってみて感じたことをシェアさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。